日本関東地方神奈川県横浜市神奈川区、宝町宝町は横浜市神奈川区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示は未実施。神奈川区林海部の工業地帯に位置する。神奈川産業道路が東西に走り、西側は宝運河を渡る布袋橋を経て、恵比寿町、東側は琴吹郎橋を経て、 鶴見下大国町と結ばれている。北側は、恵比寿運河が流れ、森谷町との間を結ぶ小倉橋は、エネオスの専用橋となっている。町の西半分は、日産自動車が横浜工場第一、第二地区を置き、陶器町の本店も、同所となっている。1934年に建設された、日産自動車旧本社1号館は2002年に、 横浜市認定歴史的建造物2007年に経済産業省から近代化産業遺産に認定され現在はゲストホールとして使われている東半分はエネオス横浜製造所第3第4工場となっている面積は0.506平方キロメートルで人口はごくわずかである1874年に森屋町地先の埋め立てが行われ 1937年3月12日に新設された。町名は縁起を祝って付けられた。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。